ということで早速一組目のあのブルービリーステージ終わったゲストさんが駆けつけてくれてる。あ、もう早速ですか。早速ですね、はい、ミキティ、はい、誰だろう、はい、誰だろう、誰誰、はい、こんにちは。はい、かわいい。今ブルービリーステージ終わったんですね。今終わったところです。じゃあ感想をお願いします。ミニパティって私桜学院というはい、クラブのグループの中の派生ユニットとして、クラブ活動ユニットとして活動してるんですけど、その桜学院のステージが12時半から、ストロベリーステージの方で行われるので、それにつなげるために3人で一生懸命頑張りました。はい、素敵です。ね、さっきね、裏でね、本当にケーキ作ってたもんね。びっくりした。本当にケーキ作ってると思わなかった。ずっとケーキ作ってたから。すごいポカーンとしてるけど大丈夫、大丈夫。ケーキはちょっと作れないですかね。あ、そうです、ケーキは作れません。ミニパティなんですけど、料理より手伝いの方が多いかも。そうですね。それではカメラに向かって最後にこちらのカメラに向かって一言お願いします。ファンの皆さんに、お母さんにでもいいよ。お母さんに、お母さん見てる。お母さん、お母さん、大きくなったよ。大きくなミニパティはさっき言った通り桜学院のクラブ活動ユニットなので、はい、これから12時半に桜学院ストロベリーステージでライブをやりますので、皆さんぜひそちらにも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ミニパティの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、このようにブルーベリーステージ終わったゲストさんもちょこちょこ